みなみのマイアミチャンネル。今年はあと何日かな。今年も残すところあと312日となりました。みなみです。マイアミではありません。クマやばいね。寝たんだよね、昨日ちゃんと。皆さん、今日はレストランショーでございます。よろしかったらぜひお越しくださいませ。ませ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 。4月からですね、ちょっと浅草の東洋館の方で踊らせていただくことになってるんですけど、まあ、ちょっとそれのね、打ち合わせとかも兼ねていろいろな方にお会いしたりだとか、いろんなことが進んできております。なんだろうね、なんかこう今宇宙の中にいてシャッフルされてる感じみたいな。なんか自分でも何が起きてるかがいまいちよく分かってなくて、なんか別に分からなくてもいいと思うんですよ。分からないまま進んでいくというか、なんか最近思うのはやっぱりこう人間ってすごいこう気づくと傲慢になってることが多いなって思ってて、なんていうのかな、私の話ね、わかんない、これはみんなにも共通するのかもしれないけど、私の場合はもうなんか、まあ、それしょうがないと思うんですよ。なんかしてもらって当たり前っていうのが私一番怖いと思ってて、この世でそんなことはないじゃん。してもらって当たり前なんてことはないんですよ、この世には。してくださってありがとうなんですよ。なんかそれを無理やり思うのもおかしな話だと思うし、一番いいのは自然にそれを感じられることはすごく素敵なことだと思うんですね。だからなんかそのそういうふうに生きていこうみたいな、生きていこうっていうか、なんかこうちゃんと指針を持ってそういうふうにいられたら一番いいなと思っていて、ね、そういったことから目を背けがちなんですけれども、そうではなく、やっぱりしてくれてありがとうだよね。本当に分かんなくなっちゃうんだよね。なんか分かってるつもりで、それはなんかやっぱり良くない。いいことが多分起きない、その先にはという、まあ、分かってればいいと思うんですよ。でも自分がね、分かんなくなったら危ない。という。そう、今日は、ちょっと、前に違うことをしてから、レストランショーに行きますので、顔をあまり塗らずに行きます。直前に塗らないと、
顔、直前になられててあの顔で行動できないからまずいいんだけど、こうあんまり塗っちゃってて落としてまた塗るってやると多少の面倒くささがありまして、そうではなくこう、まあ、あんまり塗らずに直前にパッと塗るみたいなのが一番理想的なので、そんなスタイルでいこうと思っております。今日はとある事情でちょっと有名な曲とかを多分踊ると思いますので、よかったらお時間ある方遊びに来てください。というわけで皆さん、今日も短いんですけどちょっとねトイレに行きたいのでこの辺で切りますというわけで、じゃあ